はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、フェスじゃなくて来ましたね。普通にね、小生のレジェンドということで、小生山吹鬼ね、今まで小生山吹鬼姫が力ナンバーワンだったんですが、まあこれはでもまあフェスじゃないしな、まあ、あっちもフェスじゃないか。はい、ヒットポイント力が高くて、山吹鬼だけどね、そんなに守りが、まあ守りもまあまあ高いっていう感じかね。豪傑雷ってまあまああるよね。歌舞伎ロイドとかあの辺か。そして取り付くが力命中アップで3秒発動、必殺技がね、雷属性で、ゲージ減少系でね、守りダウン、攻撃速度ダウンということで、まあ、私あんまりね減少系とダウンとかはあれなんだが、まあこれはでも国取りで使いやすいのかなって感じかな。このぶつかりダメージ 90% アップ、あでも連戦能力アップもあるのか。不思議ニョロロンという、まあ私大好きなね、ぶつかりと得意な種族に対して強い、そしてぶつかり撃破で力もアップということで、すごいね、モリ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 って感じだね。命中もあるのもいいよね。クリティカルがないって感じだけだけど、これどうなんだ、国取りでこれ何、キラコマをぶつぶすためのあれなのかな、よくわかんないけど 90% ってすごいね。過去に 90% なんていたのかな、ぶつかりで。そしてメカオロチ、今回雷ばっかりだね。メカオロチは豪傑なんだよね。これも雷で、ただ前衛か。回避、命中、ダウン。まあ、いわゆるまたこいつもダウン系だね。ダウン系をね、うまく使いこなせるほどね、あれなんだよね。もう私みたいな、あれはね、アップ系が好きなんですよ。アップ系が好きっていうか、使いやすいんだよね。はい。ぶつかりアップ。まあ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 。まあまあ、潜在は能力は使いやすい感じがするね。雷ダメージアップもあるんで、まあワンチャン雷イベントっていうのもあるんだけど、まあ前衛だからな、あんまりなのかな。あんまり育てられないしね、ガシャ妖怪だから。はい、そしてなんとお蔵入りが S ランク入りということで、なんかちょっと最近無理やり S ランクがあるんだけどな、まあ強いのはありがたいんだけど、まあゲットしづらいっていうか、なんかポロッとね、金カップ用に A ランク、まあこいつ A ランクでもないんだけど、多分 C か D か E じゃないのかな。一瞬ウォール街かと思ったけど、ただ何気に技封印持ってんだよな。召喚封印と技封印って、これあんたって感じだけど、すごいね。取り付くと必殺はまあいいんじゃないのって感じがするけどね。ぶつかり経験があるから、まあ必殺すぐ打てるわけでもないし、光栄でしょ。なんかなかなか使い方が難しそうだなって感じで、豪傑3体なんだね、今回ね。って感じだけど、はい、ガシャ回していきたいと思います。まあまあまあ、でもなんかもう最近 1.5% になったけど、なんか体感的にはあんまり変わんねえなっていう感じがしますかね。いつも思うんだけど、こんなに他の妖怪いるかっていうね、なんか、もうちょっと厳選してほしいなと思う。どうなんでしょうね。なんかあまりにも、非現実的というか、わかんないけど、こんなにいるんかなっていうね。あっても、いても、こんなにいてもさ、0.03 とかさ、こんなの見せられても、なんじゃこりゃって感じがあるんだけどね。S ランクもさ、なんか、どうなんだろうね、多すぎて、なんか、どうなんでしょうね。私がゴズを当てるのはいつになるんだろうなっていうのはあるけど、まあ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 、はい。もう A ランクやめちゃったのかな。ちょっと早くてごめんね。はい。そして、紹介状はね、変わらずです。今、1月下旬に紹介状、調整が来るみたいなんで、ということですね。さあ、そしてね、ぶつかり、ちょっとね、せっかく今回 90% があるので、私のぶつかり、あれ?ちょっとぶつかりをね、見ていきたいなと思ったんで、ぶつかり、
ぶつかりどこだったっけな。ちなみに今回エンマのダメージアップはねこんだけいるので、はい、破壊紹介状で強くしとけばよかったかなとかね、いろいろ思ったりもするんだけど、こうやってねちゃんといろいろ、何気に暴走不動明王がキンクアップだしいいよなっていう感じはあるけどね。ごめん、すぐ話が脱線しちゃうね、子供みたいだね。ぶつかりアップね、こうやって結構いるんだけど、まあ最近のねイベント妖怪が強くて、そう、だいたい 50% あるんだよね。だいたいみんな 50% って感じ。最近あとパワーアップした草薙も 50%、みんな配布されてるクローニは 40% か、まあ、これはタダみたいなやつだからな。で S ランクだとワルノリンでまあ 40% とかか、小生ワルノリンがなんか 80% ぐらい来そうだよね。ザ・シャークが 50% とかって感じで、まあなんつうんだろうな、これ 20% か。ロボニャン超40じゃなかったかな。うん、なかなかね 50% 以上はなかなか来ないんだけど、うん、これ 15% か。あと誰だっけな、武士王が確かスカイスネーカー 50% だっけ。うん、まあこの辺ね、ぶつかり系でねドスンといくと必殺ゲージがなんか溜まるような仕組みになってて、結構ねぶつかりって大切なんだよね。なのでアシュラとかもぶつかりいいんじゃなかったかな。今プニプニで結構来てるね。アシュラも 50% でね。なんでこのゲームがぶつかり重要なんだよね。必殺技すぐ打ちたい。武士王が 50% だから、小生武士王なんかさらにいいんじゃないかな。小生武士王80だっけ。あ、80だね。なんでうん、まあだから90ってすごいよねっていう話だけなんだけど、はい、まあ、必殺すぐにね打てんのかなっていうところはありますよね。山吹鬼姫じゃねえや。うん、でただステータス普通なんだよね。でスコアターは今こんな感じですね。今回でもスコアターなんかいつも制限そう4万いかないのに今回は軽く超えそうですね。もうやっぱ時代が変わりましたね。今まではこんだけで済んでたのに、なんかやっぱりちょっと解除全然まだしてないんだけどうん、なんかもう完全に戦力4万今回はいきそうだなっていう感じはしますね。まだ薄ら影と王族しか解除してないんだけどね。はい、2600位ですね。かなり出遅れました。あ、ごめん、話がまた脱線しちゃいました。はい、じゃあやっていきましょう。山吹鬼に、まあ豪傑ガシャですね。最強を超えさらなる高みへ。ダウンをうまく使いこなせないんだよな。やっぱ我は鬼って言ってほしかったな。我は鬼って言ってほしいな。これが何、レベル110のやつか。こっちで見て説明すればよかった。2171って強いじゃん。強いね、力とヒットポイント。この画面で見るとすごいな。連戦王じゃん。なんか使い道は結構ありそうな感じはしますね。戦力9725か。メカオロチもアニメでね出ましたね。雷400か。まあ使いやすいね。ぶつかり40。まあスコアタってね、とにかく特攻が重要なんで、うん、こいつはとにかくこいつはどっちかというとスコアタよりもなんか今後使い道が、うん、でも光栄だからな。まああんまりかな。はいごめんなさい。ちなみに全体で2171だと、よいしょ、力2171だとどうなるんでしょう。2100、あ、高いですね。全体でここの位置ですね。全体でベスト10入りですよ。7位ですね。うん、山吹鬼姫ってちなみにぶつかり、あ、50だ。へえ、あ、山吹鬼姫の方がやっぱいいな。不思議にょろ 50% アップあるな。はい、まあ、この歴代のねぶつかり王たちが対抗棒、本当見れば見るほどいいな。あ、対抗棒エンマ 50% アップあるんだ。このイベントで使えるじゃん、めっちゃ。まあそりゃそうだよね。はい、支援も 50% だね。もう最近は 50% がなんかよくある感じだったんだけど、うん、いいね、やっていきましょう。あ、ごめん、ヒットポイントも見させてくんない。
ットポイントを見させてくれ。ヒットポイント何位なんだろう。ヒットポイントといえば四天王寺だよね。対抗棒やっぱステータス高えな。1500は伊達じゃねえな。あれ小生ノルカってもうパワーアップした？これなんかパワーアップしてるよね、きっと。気のせい。あれ終わったの？もともとこんなもんだっけ。2171だと赤鬼、あ、ヒットポイントは2100ぐらいじゃ大したことないんだ。てっかくもまだあれだ。なるほどね。この辺かな。でちなみにごめん、また話が脱線したんだけど、ジバニャンサンタがぶつかりがね、80% だよね。うん、もういいや。まあ、ヒットポイント高いのはいっぱいいるって感じかな。はい、じゃあごめん、回していきましょう。あ、そうだ。チケット交換しないとね。今なんか、チケット変えたりするんだけど、まあちょっと私は、マイルで交換ですよ。どうなんだろう、これ。なんか10連一気に回すよりも、なんか最近よく聞くんだよな、単発で出ましたって。単発で回した方がいいのかな。7個。これで10連やりましょう。まあまたね、超アップと、時と20連かな。スコアとはやっぱね、かなり特攻いないと、あれなんで。まあ今回は周回すればな、霊玉ゲットできそうだけど、なんだけどね。行きましょう。今年はまだピックアップもね、22日までに合わせてピックアップの方も頑張りたいと思ってるんで、来たかな。なんか結構長かったけど、どうなの。金か。エスコンあるからな、たんまり。S でも特攻、なんかでも相性が良くないかもしれないからな。まあでも周回で来い。あら、前半戦は特攻なしのようですね。はい、というわけでロボニャンが超4突になれましたかね。はい、まあまあまあ、ちょっとまた超アップの時に頑張りたいと思います。まあ一応スコアタはね、1回だけ高スコア出せばいいので、ちょっと今回ね、吸収が相手が苦手なんで、ちょっとなんかちょっとやりづらいだって、なんか微妙だけどね。はい、メンバーどうしようの、どうしようねえ。勇ましい族から受けるダメージが増加って、これなんだ。あれ勇ましが強いの今回。あれ俺見逃してたこれ。ちょっとごめん、私見逃してたな。勇ましがいいんだ。じゃあもう鬼太郎じゃん。鬼太郎超限界突破しようかな。いい機会かもしれませんね、この勇ましい特攻があるなら。あれ勇ましあったっけ、そんなの。あらあら、そうだったんだ。あ、そう、勇ましが弱点だったんだ。どう、知らないよ俺。ウィスパー言ってたかな。あ、そう。あれ本当に。まあ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 、じゃあそれでやっていきましょうか、攻略。そうなんだ。まあ金貨はね、この暴走系がねいるので、あと、はい、次はね、この小生巨鳥ね、貨車回したいと思う。小生巨鳥もいいんだよな、こいつもなかなかだぜ。はい、じゃあすいません、今回ガシャ回してみました。皆さんどうだったですかね。よろしければコメントで教えてください。マイルも溜まってきましたかね。溜まってはチケットって感じですかね。感謝コインもね、あ、そうだ、調整コーテジバニャンリュービー交換できるよね、これで。なんかあと、ごめん、これ最後に言ってもあんまり聞いてる人いないかもしれないけど、第3弾あるんだね、3周年ね。なんかごめん、私誰かコメントないですねなんて言っちゃったけど、あるんだね。なんか第3弾があるみたいなんで、ちょっと小生コーテジマニアン劉備ね、
なんか一応20体ここまでで20体獲得できるで、残りの入賞法は第3弾ということで、まあもう国取りでもう交換していいのかなって感じがするけどね。第3弾があるみたいなんで、はい、なんかそれも楽しみにしたいと思います。3周年だから第3弾があるのかなって感じですけどね。はい、じゃあ今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。ドロップ2倍がありがたい。